2つ目の質問に移ってもよろしいでしょうか。就活しながらお話したりとかするときに、先輩はもっと出してたよねみたいな話がある中で、志望って受けていいのかなっていうのがすごく不安に感じて、ここに関してお聞きしたいです。就活にかけられるリソースがね、時間とかコストとかがあるようになったら、それがいろいろ見た方がいいに決まってるのかなって思うんですよね、うん、ですけど別に就活のために今生きてるわけでもないでしょ。すごい大事な学生っていう時間をそこまで使っているのか、このバランスがまず一つあるかなっていうふうに思います。意思決定スタイルとかってよく言うんですけど、自分が今まで何か大きなことを決めてきた時に、たくさん見ていろいろ比較検討してこれだっていうふうに選んできてたのか、ここだって思ったところに行って予想見しなかった方が良かったのかっていうのが、結構みんなね、人間変わんないんですよね。それを見た時に合ってる方をやった方がいいかなって気もしてて、というのは一般論で言うと、まあ確かにいろいろあった方が、確率論で言うとね、いいところに出る確率が高くなるかもしれないとか思いながらも、デメリットを言うとすれば後ろ画面引かれるような感じで、あそこに行っとけばよかったなとかね、例えば思いもかけない人気企業が受かっちゃうと、でもあまり実はピンとこない、うんうんうん、でもめちゃくちゃ目の前にすごいいい企業があって、ここにすごい行きたいんだけれども、でも親も絶対あっちにしなさいっていうみたいな状況とかが生まれちゃう可能性だってあるわけですよね。周囲の圧力負けて、自分は勘ではこっちだったんだけどなっていうので人気企業に行くみたいな人のその後を見ていくと、結構後悔してまた転職したりとか、そうなんだ、あんまそこで伸びなかったりとかね、みたいなことっていうのも、そういうのもあるわけです。もちろんそれで良かったっていう場合ももちろんあるし、ということを考えたときにどっちなのかっていう、まあ、この2つがまずあるなって感じですね。それで言うとどっち派ですか？意思決定は少ない中から選んできました。だとしたら僕はそれでいいんじゃないかなっていう気もしてて、というのは僕もそうなんですよ。僕は少ない情報でポンと決めちゃうっていう決断型とかっていう意思決定スタイルなんですけど、僕新卒採用の時にリクルート1社しか受けてないんですよ。へー、すごい。落ちたらどうしようとか考えないんですか？落ちたら別のところもちろん受ければいいだけの話で、比べて選ぼうっていう気がなかったし、いいところに入ろうっていうのはちょっと邪念な感じがしてて、選んだところを自分が良くすればいいじゃんと。どうですか、お話聞いて。意思決定を今までこうやってやってきただろうかって考えた時に、何個かある中で直感的に聞かれたものを選んでたりしてたなっていうのをすごく感じたので、企業さんを選ぶ時もみんな見てる感じの方がいいよねっていうよりかは、自分に合った方で選んでいきたいかな。なんかピンときたから立命館選んだんですね。そうですね、生命医科学科っていうのにも行くって決めました。反対されませんでした？反対されましたね、意思が固かったのでそのまま突っ切って出てきてしまいました。後悔してます？全く後悔してないです、っていう感じになるんじゃないですか。自分が自分で決めたからやっぱり後悔してないんですよね、受けた方がいいか、たくさん受けたかは、正解はないっていうのがすごい大事で、この世は正解は作るものであるっていうのがもうすごく大事です。僕の場合は20社ぐらい受けたんで、そうすると真逆だと思います。たくさん受けていろんな会社見て、合う会社合わない会社を自分なりに探していったっていう形です。全部落ちたらどうするんですか？そうなんですよ全部落ちてしまったらどうしようっていうのを考えて、でもめっちゃ暗いイメージはなくて、多分誰か雇ってくれるって行く先はあると、なぜか心の底で死んでいて、来年働き先がないことはないだろうって思ってはいる楽観的に。いいと思う。その自信はなんでそうなってる？周りから信頼を得れてるという自信があるのかな、信頼ってどうやってあるって分かってるんですか？よく言われるからです。うちで働いたらいいのにとか、なんか一緒に仕事をしようねとか、会社一緒にやったら面白そうだねっていう話をいただいたりとかするので、仕事はあるのではないかっていう。素晴らしい素晴らしい、はい、セーフティーネットがあるというのが僕は確認できたので、だとしたら絞っていいと思います。セーフティーネットがないのに、数を絞ってやるっていうのはもう無謀な賭けでしかないので、例えばご家族に何かあって、もう自分一人でしか生きていけないという時に、職がないってなった時にそれでいいのかと、っていうことまで、悪い方はネガティブイメトレして、リスクヘッジをして大胆なチャレンジとか大きな意思決定するっていうのが活躍するリーダーの共通するところなので、セーフティネットがあるということは分かったんで、活躍するリーダーの可能性ありますねいい意味での打算を持っているっていうのはすごく大事なポイントなので、なんで絞って集中しておいた方がいいと思います。
根拠の、ね、ない自信を持ってる人ってハイパフォーマー多いですよね。これって根拠がないから崩せないんで、うん、ずっとそのままなんですけど、だから今みたいな話って経営者の人とか聞いたりとかすると、あ、いいかもしれない、活躍するイメージが出てくるって思われるかもしれませんけどね。根拠のない自信とセーフティーネットをセットで持ってると、そうだから両方、うん、すごく伸びると思います。なんで採用基準するかっていうと、うん、あんま変わんないからなんですよ。後天的に身につけにくいんですかとされてるんですね。今加藤さんが持たれているものっていうのは他の方が持ってないものっていうこと で自信を持っていただけたらなと思います。数年後に独立する可能性があるとリスクは結構あります。ダメだった時のマイナスパンチはすごい大きいね。宣戦布告をしに行ってるようなものなの。行き急いでる感じはするというか。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。